どうも、名称のはるきです。カイトです。モセです。モチです。というわけでね、ちょっと今回は、まあ皆さんに報告しなければならないことが一つありまして、はい。最初はね、ちょっとお堅い雰囲気と言いますか、まあ、よくある報告動画的な感じにしようと思ったんですけど、ちょっと僕らは、僕ららしく、この雑談形式でやろうかなと思いまして、まあ理由がいくつかありまして、まあ一つはいつもの感じっていうので、そんなに重たくないよっていうのを、 まあ、雰囲気で伝わってくれればいいなっていうのとあとやっぱ向かい合ってる方が話しやすいしこう、話の補足とかそれぞれがどう思ってるのかっていうのをまあ、言いやすいかなと思ってえこういう形式にしております。はーい <laughs> ふざけちゃってるじゃん。ま <laughs> まあ、まあじゃあ海人君。はいまあ内容的な問題をまあ単刀直入に申しますと。 えっと、えっ、ー、と、撮影、動画の撮影自体は、えー、あ、なんて言ったらいいんだろう。まあ、単刀直入に言うと、名称から、脱退、脱退でいいんだよね。うん、そうだね。えっと、名称から脱退することに決まりました。<laughs> <laughs> あ,あ、汗かえた。<laughs> 脱退 <laughs> 脱退, <laughs> 脱退 <laughs> <laughs> まあいろいろね、理由があるんですよ。まあそれを、彼の口から全部話してもらおうと思うんですけど、ね、まああの、今日がですね、3月の21日の土曜日でございまして、僕ら毎週土曜日に撮影をしてるんですよ。えっと、撮影自体を今月の、まあ来週ですね、来週28日かな、の土曜日で、まあ最後という風にするので、動画自体は多分4月も下旬手前ぐらいまで出ると思うんですけど、まああのー、3月いっぱいでっていう感じですね。 はい、じゃあ,まあ理由の方をまとめてきたおい <laughs> 悪いー <laughs> 悪いぞ <laughs> <い>こいつに悪いなー <laughs> ちゃんとやろう <laughs> いまあなるべくちゃんと伝わるように<ん>自分の言葉で説明してもらえればなと思いますいまあなんて言うんだろうなちょう忘れた忘れたなんかこう「待って <laughs> 待って言える内容」 言っていいの言っていいとこと言っちゃダメなところはあんのいや別に言っちゃいけないところはあったっけなんか、うん、あんまないんじゃん<や>別にない,んな,いないなら別にあれかもまあ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 シンプルになんて言うんだろうないろいろとまあ問題個人的問題が多くてまあまあ近結、まあ、金欠じゃない <laughs> 金銭面のこととまあその他もろもろんかこう 気持ち的な問題とまあいろいろあってなんかこう僕自身こ,うここでこうこのメンツでこういう動画撮ってっていうのは毎週毎週集まって楽しかったから全然普通に続けた続けれることなら続けたかったんだけど、まあ、まあそううまくいかないのが現状でまあ,あの現状的には続けられないっていうところに最終的にまあ 収まったという感じかな、うん、そのバイト代の話は言わない方がいいのないやーまあ細かいところまであんま別にそうか納得するか納得しないけどねこの動画を見て<あ>俺らはその内情を理解してるからあれだけど今の感じだとなんか仲悪い説とか出ちゃうような感じはするよまあまず金銭面としてはね根本話せばいいんじゃないの,まあお金の話は まあ僕ら、毎月、と、第一土曜日に、それぞれが1万円を持参して、共通の財布に入れるっていう風にして、そこから動画の費用を出してるんですよ。4等分にするために。それが、ちょっとカイトは、まあ払えないんですね。彼バイトはちゃんとしてるんですけど、まああの、言わない方がいいなり言わないけど。いや、別にそれは大丈夫。まあちょっと、家庭環境がちょっと、普通じゃないというか、あって、えっとまあ、だいたい7、8割ぐらい。うん。 を親が勝手にこう持ってっててるみたいな感じだからまあめちゃくちゃバイト頑張って10万円稼いでも手元に2万円か3万円しか入ってこなくてしかもその家でご飯をまともに出してもらえてないみたいな状態なので食費とかも自分で出さなきゃいけなかったりとかあと携帯代とかもねその自分で出さなきゃいけなくてバイト代を78割持ってかれてる状態 の残ったお金からその自分の生活をやらなきゃいけないっていう感じなんでそのこの名称に毎月1万円出すっていうのが厳しいんですよ最初の方はうまくやってたんですけどまあ本人の口からもちょっといろいろ聞いてまあ代わりに言っちゃいますと今名称がだいたい950人ぐらい登録者がいてくれててと1000人から一応そのプログラムに参加できて収益化できるようになるんですよ で、そうなってくると、まず僕らが毎月1万円を財布に入れて、そこから出してたっていうのは、その収益化した後に、収益を、なんだろうな、対等に扱うためにしてたんですね。で、カイトはそれが払えなくなると、その今後もし続けていった場合に、収益、収益が、まあ、よくわかんない感じになっちゃうんですよ。っていうのをカイト本人から言ってきて、 だからまあこの収益化するタイミング収益化する前にちょっと脱退という形を取りたいっていうのがまず一つの理由でしたよねはいでまあそれにつながってまあ家庭環境がそういうことでやっぱこうそういう状況だとメンタル面も絶対によくはないんですよでそれでいてまあバイトもものすごいいっぱいバイトしててその中でこう土曜日毎週土曜日の丸一日っていう まあ、バイト、そこバイトも入れないし、友達とも遊びに行けない日を、やっぱ作っちゃうと、気持ち的にね、やっぱ、きついんですよね。俺らがなんか悪いとかじゃなくて、やっぱ撮影って遊びみたいなもんですけど、見せるものなんで、気は使うし、疲れるんですよ。まあ、それはちょっとカイトには背負いきれない、毎週っていうのはちょっと背負いきれない。 っていう状態っていうのが気持ちの面でっていうのの理由と僕は聞いてます。まあ、主にこの二つ。そう、ね。いいですか。<laughs> <laughs> 全部俺が言っちゃったけど。うん。そうだね。まあ、ないな。いうことは。特に。まあ、多分伝わったと思う。うん。以上の理由から。まあ、三月いっぱいで回答は名称は未設定を脱退するという。 ええ段取りになります。はい。でですね、彼罰ゲームがたまってるんですよ。そう,だね、そうですね。まあ一週間芋生活とポケモン図鑑購入と芋、うん、生活忘れちゃっあと鬼にパン生活ぐらい。うん。多分ほ掘り返すわね。掘り返せばなんかある人はちょっと米財に書いてください、はい。マスクもやってない。そうマスクも前なんかツイートした。 翌日以降つけてなかったその日もうやめて<で>やマスクもやってない、えー、マスク頭痛くなって無理だった <laughs>、まあ、罰ゲームは全部こなしてからやめてもらうんで <laughs> そこはちょっとね <laughs> そうですねなめてもらっちゃ困ります <laughs> そうですよ全員やってるんではい、はい <laughs> ハハハハそれはやろうれはちゃんとやろう芋生活マジで忘れてた芋生活動画撮んなくてもいいと思ってるからなんなら俺プライベート一週間芋生活して俺みたいにやればキノコキノコみたいにツイッターに入れて確かにできてますけどうん週間芋だけだよねまたねでもまあ遺作として残しておくのはあるけどああまあ取っとくかじゃあ遺作として一週間芋生活取っとくか まあそういうことでございます。はい。不仲じゃないですよね。いや、不仲ではないです。もうね、あの、しょうがないんです。そう。マジでね、しょうがないのよ。そうね。ユーチューブってね、余裕のある人にしかできないんだなって改めて思ったそうですね。いや別寂しいよな普通に。それはそう。はい。はい。ということでね、まあ一年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。よくそんな辛い環境でね一年間頑張ってくれたと思います。はい。まあこれからは名所に出ることはないですけれども。 まあ自殺をしない限り生きてると思うんでねそうですね重すぎあとはひよこをかばわない限り生きてるかもしれない間違いないひよこかばったら死んじゃう気をつけてはい見殺しにしましょうま、ということではいま、もうそろそろ2年目に突入するんではい2期もよろしくお願いします2期も頑張ってくださいまた次回からねおもろい動画上げていくんでよろしくお願いしますそれでは名所のハるキでした解トでした のせでしたでししたたちバ,バ,バイバイ